こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。戦国時代と言ったら、どうしても東海や関東、畿内に、走っちゃうよな。今日はちょっと思考を変えて、東北に目を向けてみたいと思うぜ。東北？東北も、戦国時代を彷彿とさせる歴史がたくさん眠っている。日本史に影響を及ぼす、重要な出来事も起きているんだぜ。そういえば、兄源頼朝に追われて、義経が逃げた場所は東北よね。それに伊達政宗や南部春政も、戦国時代に活躍した東北人よね。大牛沖で豊臣秀吉に、会津地方へ移封された蒲生氏里や、津軽為信なんて武将もいるぜ。ほほう。この動画では、その東北地方の中でも、本州の最北端に位置する、青森にスポットを当て、戦国時代における大名たちの動きを見ていくぜ。楽しみー。鎌倉時代から奥州西市沖まで、戦国時代の青森にズズビーと迫っていくから、ぜひ最後まで視聴してくれ。それではゆっくりしていってねー。かつて東北地方は、陸奥国と、出羽の国の二国に分かれ、別名奥羽と呼ばれていた。陸奥国は、現在の福島県、宮城県、岩手県、青森県だ。太平洋側の地域ね。出羽の国は、山形県と秋田県を合わせた日本海側の地域だぜ。この二国は、東北地方とほぼ一致してるね。この二つの地域が、奥羽と呼ばれるようになったのね。青森は、この奥羽地方でも北端の地で、本州最北端に位置しているから、北奥羽地方とも呼ばれるぜ。中央部の陸奥湾を、東側の下北半島と西側の津軽半島が挟み込むように取り囲んだ特徴的な地形で、日本で最も古い16,500年も前の土器が出土したことでも知られている。しかも、日本どころか世界で最も古い土器との可能性もあるというんだ。世界一古い土器の可能性があるなんて、歴史ロマンを感じるよ。さらに大石平遺跡からは乳幼児の足型が1点、手型が3点見つかっている。きゃあ、古代人の赤ちゃんの手型と足型？北海道、北東北の縄文遺跡群として、2021年7月に、世界文化遺産に登録された17遺跡のうち、8遺跡が青森県にあるのよね。青森は、日本海に面する西側と太平洋に面する東側の2つに大別されている。西側を津軽と呼び、東側をぬかのぶと呼んでいる。津軽地方は、南部の弘前を中心とした中高南国地域と、五所川原を中心とする北西部の西北五地区、そして青森を中心とする北東部の東西地区の三つに分けられ、岩木川河口にある土佐港を拠点に貿易で栄えていたんだ。青森県を代表する作家太宰治は津軽の中で、達比崎を本州の行き止まりとしているけど、貿易でも栄えていて、交流、交通の大動脈だったようね。津軽海峡を分断の象徴とする説もあるけど、霊夢のような見方をすれば、また違った見方ができるな。一方ぬかぶ地方は、土地を1から9までに区分けし、それぞれを1の部や2の部、3の部などと呼び、それ以外を北市や東市などと呼ぶ、区下の武士門の姓が敷かれ、名馬の産地として広く知られていたんだ。青森市、弘前市に続く、青森第三の都市8の部は知っていたけど、1の部から9の部まであるとは、現在は、青森に5つの地名があり、岩手に3つある。ただ、四戸だけがないんだ。へぇ？津軽地方は、鎌倉時代までは鎌倉幕府の執権である北条家の総領の家系の領地、すなわち北条徳総領で、代々安藤氏が治めていたんだ。鎌倉幕府執権の北条徳総家の勢力は、青森にまで及んでいたのね。対してぬかぶ地方は、南北朝時代に陸奥守北畠顕家から、南部諸行が郡代に命じられ、南部氏が治めていた。鎌倉時代にはすでに、二分されていたのね。南部氏は水戸氏を当主として、一の戸氏、四の戸氏、八の戸氏、九の戸氏ら一族を独立領主とし、それぞれの領土を治めるという連合体制が敷かれていたんだぜ。ぬかぶ郡を治める南部氏は、以前から領土拡大のため、たびたび津軽に侵攻していた。永享4年頃から、その動きは本格的になったようだ。同年に南部氏が、土佐港の下国、安藤氏を攻撃したからなんだ。あらら、平和な青森で、国取り合戦が始まったのね。これを受け、安藤氏が蝦夷地に敗走し、南部氏は津軽への進出に成功した。蝦夷地ってことは、北海道に逃げたのね。でも、安藤氏は津軽を諦めることなく、再三にわたって南部氏と衝突を繰り返すんだ。ほうほう。永享12年に安藤氏は、土佐港へ戻った。娘を南部氏に嫁がせ、和睦路線に移行したけど、夏季2年には再び南部氏に攻め込まれ、また蝦夷地に逃れた。文安2年に、三度津軽に戻ったんだ。なんだか、安藤氏に頑張れって、エールを送りたくなるね。そうした中、南部氏は三重郡の小樹寺伊達を本拠とし、青森全域の支配体制の強化を図るんだ。
15世紀の中頃の南部家の当主は信時で、親族の堤氏を外浜の横内城へ、そして大工事氏を平賀郡の大工事寺城へ、大浦氏を花数郡大浦城へそれぞれ派遣して津軽の支配体制を整備したんだ。ガバナンスを整備して強化したのね。また、鎮守府将軍北畠顕家の流れを汲む名門で、津軽の山辺軍と田舎軍に領地を持つ波岡北畠氏と手を結び、津軽支配を正当化する権威を得た。南部家は、着実に足固めをしてる。さらに北氏と東氏を擁する五の部や六の部などを傘下に収め、順調に領土を拡大した。でも、他の領主たちとの連合体制は崩せず、その権力地盤固めは大きな課題となって残った。同時期の応仁元年に、本州の中央では応仁の乱が勃発した。さらに明応2年には明応の政変が起きるなど、武家が力を持ち始め、それぞれの領土と権力の拡大を目指し、各地で戦が起こり戦国時代が幕を開けたんだ。応仁の乱と聞けば、戦国時代に突入したって感じるよね。そして、その大きな時代のうねりは、本州の最北端である青森にも波及するんだ。中央での騒乱が、地方の青森にまで影響したのね。南部の武時の後、南部氏の当主はその息子、信義が継ぎ、さらにその弟、正康へと移った。けど、この二人が相次いで創生してしまい、家督は正康の息子、安信が継いだ。当主が目まぐるしく変わってるね。宝徳三年には、津軽に戻った安藤氏が花数郡大浦郷、老いの倉間にて挙兵するけど、二年後の京徳二年には南部氏がこれを平定。安藤氏の当主義末が自害したことで、津軽を支配してきた安藤氏の直系は途絶えた。長年津軽に根を下ろしてた、安藤氏の悲しい最後ね。一方、若くして南部氏の第23代当主となった安信だけど、実は南部氏の支配力は徐々に低下していた。安信は、その対策に追われるようになったんだ。南部氏も、雲行きが怪しいね。その窮状を支えたのが、安信の弟、高信だ。高信は津軽の石川城に移り、石川高信と名乗り、津軽を平定した上で津軽軍大となった。その後、高信は田子城も任され、岩手軍にも進出した。南部氏の領土拡大に、大きく貢献したのね。安信には高信の他にも、名前を、信房、長吉、秀則という弟たちがいる。安信は新房を石亀城に置いて石亀信房、秀則を毛馬内城に置いて毛馬内秀則とし、上下を五の部屋浅水城に南長吉として置いた。弟たちを重要な拠点に配置して、南部家の支配力の強化を図ったのね。だけど、そううまく、ことは運ばない。安信は、大永5年、志半ばで死去した。33歳だった。若すぎるしね。安信の後を継いだのは、安信の息子でわずか7歳の安政だ。小学1から2年生くらいの年の子よ。南部氏の支配力の低下は否めず、それから8年後の天文2年に、津軽で反乱が勃発。石川高信が平定するも、天文8年には、家臣の赤沼備中が謀反を起こして、小樹寺盾を放火し、焼失するという事件が発生したんだ。青森も下克上？こうした苦境を打開する一手として、安政は上洛を決意した。安政は室町幕府の第12代将軍、足利義晴に謁見し、晴れの一字を拝領して、名を晴政と改めた。将軍、義晴からいただいたのね。南部氏総領の地位を、幕府にも認めさせた晴政は、天文9年には、岩手軍を侵攻する戸沢政森、柴常明を撃退して岩手軍を手中に収めた。絶好調ね。まだまだあるぜ。天文10年には謀反を起こした工藤氏を討伐。同年に小樹寺盾を立て直して南部氏の当主としての権威を取り戻し、権力を安定させたんだ。これだけの功績を残せば、誰もが当主として認めるよね。南部春政の時代が南部氏の最盛期だ。三日月の丸くなるまで南部領と言われるほどの優勢を誇ったぜ。南部氏の当主となり、地盤固めに勤しむ春政だけど、一族間での所領争いに悩まされた。工事2年、浅水城の、南の部活が消す県吉城の、北秀地下に侵攻し、両者の間で激しい戦闘が起きてしまう。骨肉消食。春政は、なんとか収めたけど、今度は後継問題に直面した。次から次へと、弱体化した根城の八戸正義を、七戸城の七戸義種が攻撃するなど、親族間での領地争いが続発し、南部氏はなかなか親族をまとめられなかったんだ。親族がバラバラなんて、深刻ね。この状況が明らかになり、永禄7年には、さらに檜山系の安藤氏の当主で、出羽の国の大名として力をつけていた安藤近末が、南部領を狙い兵を挙げた。もしかして、攻めてくる？手始めに、数の軍の毛馬内城を襲撃してきた。襲撃？事件よ事件。
春政は石川高信や久野平正真ら一族を総動員して、安藤軍を迎え撃った。どうにか撃退できたけど、大きな活躍があった久野平が、一族の中で権力を強める結果を招いた。新興勢力の登場ね。さらに災難は重なる。七戸氏が篠戸串引氏と手を組み、八戸氏を攻撃し始めた。他方では麻生津城の南信義と兼義城の北信親が、春政に反旗を翻して挙兵したんだ。大ピンチ。春政は泣く以上の東正勝の助力を得て、鎮圧しようとしたけど、収束には至らず七戸氏、八戸氏、篠戸串引氏らに、援軍を要請して、やっと優勢となった。ほ、八戸氏の仲介で、どうにか戦は収束した。ちなみに八戸氏は七戸氏、篠戸串引氏との争いにも勝利し、これ以降も三戸氏をサポートする。心強い味方ができたのね。でも、同じ南部氏の氏族なのに、漁師たちの独立心は旺盛だった。独立心旺盛の一族をまとめられるの？南部氏は、常に内部に反乱の火種を抱え込んでいた。その状態から、脱却できない日々が続いたんだ。さっきも触れたが、南部氏の不安要素は、もう一つある。春政の後継ぎ問題ね。男子に恵まれなかった春政は、永禄8年におじい石川高信の子、信長を長女の婿として迎え入れ、養子とした。でも、その5年後の元気元年1570年に、春政に待望の男子、春継が誕生したんだ。豊臣秀次切腹事件のようにならなければいいけど、実子が生まれたからには、春政は養子の信長を次第に疎んじるようになった。おいっ子より我が子の方が可愛いに決まっているものね。春政と信長の不和は、政局にも影響を及ぼす。元気2年に、津軽の花数郡大浦城の大浦為信が、信長の実父石川高信を突然攻めて討ち取ったんだ。どぎつい悲劇ね。勢いに乗る、大浦為信は、そこから周辺の領主を次々と討ち滅ぼし、津軽、外ヶ浜、ぬかぶの一部までをも占領した。だけど、この時春政は、なんと信長の問題であると、突き放して手を貸さず、討伐軍とは名ばかりの小規模な軍を差し向けただけだったんだ。ひど。また、元気3年には、春政は自ら手勢を率いて信長を襲撃するという手段に打って出た。それでどうなったの？信長が川森田村の毘沙門堂を参拝したところで、撃とうとしたんだ。けど、信長に気づかれ、鉄砲での反撃を受け、春政は落馬した。その上、春政を解放しようとした久野平実親までが、信長に撃たれ負傷した。失態続きだったのね。両者の険悪ムードはさらに増し、一触即発の状況が続くかと思われた。天正4年に、信長の正室で春政の長女が創生してしまう。立場が弱くなったことを悟った信長は、自ら養子を辞退し、多護城に隠匿したんだ。長女の死は悲しいけど、お家騒動が収まってよかったね。でもって、まだ何か起こるの？春政は、信長をしつこく付け狙い、刺客を差し向けた。息の根まで止めなくったって、その刺客から逃れるために、信長は北信親の兼義城や八戸政義の、根城などを転々として身を隠し、なんとか生き延びていたんだ。このような確執から、南部氏は春政を投資とする久野平氏らと、信長を名士として仰ぐ南氏や北氏に分裂し対立する。天正4年、春政は信長を拝着し、実子春継を正式に世継ぎとした。天正10年1月4日に、春政は66歳で病死した。そして、春継が家督を継いだんだ。やっと落ち着いたね。だけど、そのわずか20日後の1月24日に、春継は13歳で創生した。なんてこと。13歳で、春継の死因は、放送を患ったためとも、父、春政の葬儀の帰りに暴漢に襲われたためとも言われており、はっきりとは判明していない。せめて病死であってほしい。春継を襲撃した暴漢は、積年の恨みを晴らすために南部信長が放った刺客だとか、三戸氏に代わって南部氏を掌握しようともくろむ久野平正真が送り込んだ刺客とも言われ、現代は暗殺説が有力のようだ。そうなの？ともあれ、晴れ継ぐが死去したことで、南部氏の家督争いが激化し、その混乱を収めるため南部一族や重臣たちが一堂に会し、次の当主を決める大規模な会議が開かれたんだ。話し合いで解決できたらいいけど、後継者の候補は誰なの？候補者は久野平正真の弟で春政の次女を妻としていた実親と、春政から拝着された南部信長の二人だ。会議の中では久野平実親が優勢だったけど、北信親が八戸政義を調略するなど事前に根回しをしていたから、最後に意見が覆され、信長が後継者に選ばれた。選ばれたのは、拝着された信長なのね。というのも、拝着後も信長は、依然として信奉者が多かったんだ。同情票もあったのかな？でも、この決定に納得がいかない久野平氏は、これ以降、
我こそが南部氏の正当な当主であると公然と主張するようになったんだ。ルール違反は、ダメよ。だから、信長が当主となった南部氏と、対立し始める。一方、南部氏の新たな当主となった信長は、津軽地方の統治にも頭を悩ませていた。そうよね。当主は、統治問題で忙しいんだから、対立せずに協調すればいいのにね。津軽は、長らく浪岡北畑氏と大工事し、大浦氏が三つどもえ状態だったけど、大浦氏が浪岡城を攻略したことで、北畑氏が滅亡。また津軽軍大の石川貴信も死去してしまい、勢力図が大きく書き換えられたんだ。時期が悪すぎるね。そこで信長は、弟の正信を新たな津軽軍大として石川城に派遣し、大浦為信と大工事三愛をその補佐に任じた。正信は石川城から浪岡城へと居を移し、本格的に津軽の統治問題解決に向けて突き進む。かっこいい。でも、ここで、信じられない事件が起きる。ここで何が起こるのかな？正信の補佐役の一人大浦為信が反旗を翻した。為信は同じ補佐役の大工事三愛を、残言によって追放し、次に正信を毒殺し、津軽の支配権を強引に奪取した。正信の最後が、毒による暗殺？ショックが大きいね。そして、南部氏からの独立を宣言し、久野平正真と同盟を組み、南部信長の攻撃を始める。まだ、不安定な時代が続くのね。この大浦為信の謀反に対し、信長は七の兵士の七の兵衛国や、八の兵士の八の兵正義、四の兵串引き四の串引き清ながらに援助を要請し、同盟を組んで為信を排除しようとしたんだ。さらにドツボにはまっているよ。だけど、もともと信長にムカついていた七の兵衛国と串引き清ながから、その要請を無視され、信長はほぼ孤立無援となってしまう。逆に、周りを敵に回したようね。信長が手をこまねく隙に、為信は勢いを増した。為信はではの国の安藤実末と手を組むと、新たに津軽軍大となり、浪岡城に入った。奈良山吉真と南長吉を追放し、さらに外ヶ浜の横内城も制圧し、挙兵からわずか1年で津軽全域を統一したんだ。津軽統一、一気に勝負をかけたのね。この頃、本州の中央では、豊臣秀吉が相模小田原城の北条氏討伐の真っ最中だった。秀吉から、奥羽諸氏にも小田原城攻めに対し、軍の派遣要請があったんだ。当時、秀吉の命令は絶対よね。その秀吉の命令にいち早く動いたのが大浦為信だ。為信は小田原城攻めにて活躍し、秀吉から津軽を安堵された。長く続いた争いも落ち着きそうね。遅れて小田原城攻めに参戦した南部信長も、ぬかぶの安堵を許された。けど、信長は津軽の支配権を完全に失ったんだ。これが、津軽とぬかぶが、完全に分断された瞬間だ。あらあ、天正19年に、北条氏を降伏させ、東国支配に成功した豊臣秀吉は、そのまま軍を北上させ、陸奥の黒川城へと入った。そして全国統一への最後の仕上げとして、東北の大名諸氏に対して処分や配置替えを行ったんだ。秀吉による、奥州仕置きね。奥州仕置きが断行された結果、南部信長は改めて南部氏宗家の当主として認められた。そして、七の兵衛国や串引き清永、久野江正真らは、信長の家臣に位置づけられた。たとえ力があっても独立性はなく、南部氏に服属することを命じられたんだ。秀吉猿、やったね。もともと信長に反発していた彼らは、その措置にも反発し、豊臣軍が西へ引き返した途端に大規模な反乱を開始したんだ。秀吉の命令でも、抑えることは叶わなかったのね。まず、串引き清永が串引き城のすぐ西側の麻生津城への攻撃を始めた。麻生津城の南安吉と範吉、安政親子は徹底抗戦に打って出た。この戦で、安吉と安政が戦死するんだ。戦死？勢いに乗った串引き清永は、さらに戸間別城や根城の八の兵士に戦を仕掛けた。一方の七の兵衛国も挙兵し、天保寺城への攻撃を始めたんだ。泥沼ね。久野平正真も5000の兵を集めて放棄し、久野平に従わない周辺の諸氏を次々と攻撃。もともと南部氏の中では一定以上の勢力を保ち、軍事にも力を入れていた久野平氏の軍勢は強く、あっという間に勢力を拡大させた。勢いに乗ったら、止まらない。対して信長も北氏、名久氏、野田氏、上法寺氏らの協力を得て応戦するけど、歯が立たず、窮地に追い込まれる。そしてとうとう、信長は自ら反乱の鎮静を諦め、豊臣秀吉に援軍を求めることを決断した。当時の信長の状況は、北の七の兵士、東の串引き士、南の九の兵士と、三方から襲撃され、さらに西では津軽の大浦為信が虎視眈々と狙っていた。これでは我が身が持たんと、息子の南部と信濃と、重臣、北の淵川を秀吉のもとへ派遣した。ふむふむ、天正19年6月9日に、
二人は秀吉に謁見し、南部氏の窮状を訴え援軍を要請した。秀吉も、自らが出した命を保護にして、不安定な状態が続く欧州には怒り心頭でしょうね。秀吉はその要請に応じ、早速息子の秀次を総大将として、奥羽に大軍を派遣した。奥州祭祀沖軍として編成されたのは、秀次率いる3万の兵だ。さ、3万そこに、徳川家康が加わり、また戦北口には上杉景勝と、大谷義次、津軽方面には前田利家と利長、相馬口には石田三成、佐竹義重、宇都宮国綱が配置されたんだ。そうそうたるメンバーね。加えて伊達政宗や最上義満、小野寺義道、戸沢三森、秋田実末らも、指揮下に加わり参戦したんだ。さすが天下人間近の人は違うね。特筆すべきは、この奥州祭祀沖軍の中に、大浦為信が津軽為信として名を連ねていることだ。名前が津軽に変わってる。為信としては、南部氏が分裂して潰し合いをするなら、その混乱に乗じて南部氏を壊滅させようと考えても不思議ではない。だけど、自分に津軽支配を安堵してくれた秀吉からの命令を無視して、南部の武名を攻撃するのは、秀吉に対する明確な裏切りだ。そうね。秀吉を裏切れば、南部氏が平定された後、今度は祭祀沖の矛先が自分に向く可能性もあり、為信は秀吉の命令に応じるしかなかったと考えられるな。秀吉傘下のほぼ全ての大名が、兵を派遣したものだから、奥州祭祀沖軍は、およそ6万という大軍でぬかぶに進軍してきたんだ。さっきの倍になってる。これが、天下人になる秀吉の力だ。奥州祭祀沖軍は、8月下旬には南部領近くにまで進軍。9月2日には久野辺城を包囲した。だが、久野辺城は、南側を正面とし、北を白鳥川、東を猫淵川、西を馬淵川に囲まれた天然の要塞だ。青森の自然に守られたお城は、秀吉を退けられるのかな？その南側の正面に蒲生氏郷と堀尾義治が陣を敷き、東側の猫淵川対岸には浅井長政と、井伊直政、北の白鳥川の対岸には南部信長と、松前義弘、西の馬淵川の対岸には津軽為信と秋田実末、小野寺義満、由利十二島らが布陣した。引き迫るものがあるね。久野辺政真はこの包囲に対して、籠城して応戦するが、奥州祭祀沖軍の圧倒的な兵力の前に手の打ちようもなく、城兵の半分は海戦をすぐに打ち取られた。そして浅野長政から、開城すれば全て除名すると説得され、9月4日に久野辺政真は、受け入れた。開城に応じた方が得策ね。久野辺政真は、弟の実親に後を託し、有力家臣らを伴い出家姿で奥州祭祀沖軍に投降した。これにて、久野辺氏の反乱は終結した。命あってのものだねだものね。久野辺の人員の除名の約束は、その後すぐに保護にされた。久野辺実親以下久野辺城に残った兵たちは、すべて二の丸に押し込められ、惨殺された後火をかけられたんだ。え？そんな残酷な。久野辺城は3日未晩燃え続け、夜空を焦がしたと伝わっている。許せない。その後、政真らをもだった反乱の首謀者たちも、栗原軍三伯に集められて処刑されている。悲しすぎる。この戦以降、大出豊臣政権に反発する者は現れず、秀吉の天下統一が達成されたんだ。そして青森は、西の津軽を津軽氏の領地とし、東のぬかぶを南部氏の領地とすることで、長きにわたる戦乱の時代に終止符が打たれた。そっか。青森の歴史だから、中央より気軽と思っていたけど見応えがあったわ。青森は古来より、それぞれの氏族の独立性が高く、濃い血縁関係にありながら、互いに相手の領土を奪おうと骨肉の争いを続けた。だけど、内部でどれだけのいさかいがあっても、外敵が侵入すれば、さっと団結してこれを排除するという柔軟さを持っていた。仲互いしていても、すぐに結束できるところが、戦国時代の青森の特徴かもね。でも、もし仮に、秀吉による奥州仕置きの際に、その結束力を発揮すれば、歴史は変わっていたかもね。けど、実際には、度重なる内乱のせいで疲弊し、自ら秀吉を招き入れた。青森の命運は、それぞれの氏族が、旺盛な独立心を持ち、制御不能になるまで膨張した。その時に、すでに運命は決まっていたと言えるな。秀吉を頼ったからこそ、最小限の犠牲で内乱を鎮めることができたと思うしね。南部氏も領主としての立場を失わずに済んだもんな。そうよ。ともあれ、血で血を洗う壮絶な抗争が、本州の最北端である、青森の地においても起きていたってことは、歴史的にも重要なことだと思うぜ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。